フォークランド沖海戦は、第一次世界大戦中にアルゼンチン近くの英領、フォークランド諸島沖で、ドイツ帝国海軍とイギリス海軍との衝突で起こった海戦である。本海戦の功績図。コロネル沖海戦で敗北したイギリス海軍は、スターリー中将を、南大西洋、太平洋方面艦隊司令長官に任じ、巡洋戦艦インビンシブル、インフレキシブルが、 その指揮下に入った。1914年10月9日、インビンシブルとインフレキシブルは、サーダブトンスタディ中将の正規を掲げ、11日16時45分、慌ただしく、フォークランド諸島を目指した。一方の出兵隊は、コロネル沖海戦後に、石炭不足、蒸気機関の不調などから、大西洋に進出するのが遅れ、破滅の道をたどることになる。 11月11日、両艦は出港し、総甲巡洋艦、モンマス級、コーンウォール、ケント、デボンシャー級、カーナボン、タウン級系巡洋艦、ブリストル、グラスゴー、仮想巡洋艦、マセドニアと合流しつつ、12月7日にフォークランド諸島ポートスタンリーに到着した。なお、この間はドイツ側に存在を悟られないように厳重な無線風刺を行っていたため、 石炭船が先に、ポートスタンリーに入港した。その後、艦隊は、ポートスタンリーとポートウィリアムで休艦を行った。砲撃を受けて、横転沈没するシャルーンホルストと戦闘を続行する、グナイゼナウ・ウィリアム・ライオーネル・ワイリー一方、主兵中将を指揮するドイツ東洋艦隊は、コロネル沖海戦後、本国からの帰還命令を受けた者の,の燃料を及び、 弾薬の慢性的な不足に苦しんでいた。12月近くになり、ペ兵中将は、ホーン岬を通って、大西洋に入り、フォークランド諸島を襲撃することにした。当然、彼らがイギリス艦隊の存在に気づくことはなかった。12月8日、フォークランド諸島の見張り所が接近する、総工巡洋艦、グナイゼナウ、軽巡洋艦ニュルンベルクを発見した。 これを受けて8時30分にカーナボンとケントがまず出航した。9時15分には全土旧戦艦カのーパスが砲撃を開始し、ドイツ艦2隻は反転した。ペ兵中将は艦隊をまとめ逃走に入った。10時には故障したブリストル以外が出航し、ペ兵艦隊を追撃した。この後スタディー隊は着替えと昼食を取り、12時55分インフレキシブルが、 防護巡洋艦ライプツヒに対し砲撃を開始した。シュペイ中将は防護巡洋艦3隻を逃がすため13時25分に分離した。スターリー中将はこれを軽巡洋艦に追撃させ、ドイツの装甲巡洋艦2隻に巡洋戦艦2隻で対した。装甲巡洋艦と巡洋戦艦では圧倒的に巡洋戦艦が優勢であり、スタデリー隊は 約10ノットの遊速をもって、自在に距離を伸縮しつつ、敵艦をアウトレンジし、16時17分に、装甲巡洋艦シャルンホルストは撃沈され、主兵中将も戦死した。グナイゼナウも17時40分に自沈した。脱出したグナイゼナウの乗員のうち、約200人が救助されたが、停滞温症で一部が死亡し、結局187人が生還した。 イギリスの巡洋艦はドイツの防護巡洋艦を追撃し、16時15分にグラスゴーとコーンウォールはライプツヒを捕捉した。ライプツヒは20時35分に撃沈された。また、ニュルンベルクもケントの攻撃で撃沈された。唯一、防護巡洋艦ドレスデンだけは逃走に成功したが、1915年3月14日に治療機で イギリス艦隊に発見され、自陳した。海戦自体には、圧倒的な速力を背景に勝利できたものの、スター・ディ中将と、機関カーナーボンのアーチボルド・ストッタート・提督は、手際の悪さとドレスデンを逃がしたことなどが問題とされ、以降不遇を囲つこととなった。イギリス海軍マジェスティック級戦艦、カノーパス・インビンシブル級巡洋戦艦、インビンシブル、インフレキシブル。 モンマス級装甲寿命館、コーンウォール、ケント、デボンシャー級装甲寿命館、カーナボンタウン級系寿命館、ブリストル、グラスゴー仮装寿命館、マセドニアドイツ帝国東洋艦隊、シャルンホルスト級装甲寿命館、シャルンホルスト、グナイゼナウケーニヒスベルク級小型寿命館、ニュルンベルクブレーメン級小型寿命館、ライプツヒドレスデン級小型寿命館、ドレスデン、 ありがとうございます。